はいどうも白穂ですラジオっぽい何か第14回かな多分活動停止前の最終回かな <laughs> とは思いながらもまあえっ、ー、と先に言っておくと少しあの僕仮にも大学生なんであの卒業論文をやらなきゃいけないんですよね提出が1月の頭なんでそこまでにはちょっとだちゃんとやらなきゃいけないんでまあそれまでには や,れや,やってそれ以降ねそうじゃないとちゃんと卒業できひんくなるからなので少しの間活動を停止させていただきますねっていうご報告だけさっき言っときますねでまあ一応活動停止前最終回ということなんでなんか面白い話をしようかなと思ってたんですよねただ面白い話といってもまあそんな特段面白い話もなくて皆さんからしたらあの <coughs> まあいつも通りでいいと多分言ってくださると思うんで今日のお題はですねまあお題というか何なんですかね僕ね歯磨きするのがめちゃくちゃ嫌な時あるんですよめちゃくちゃ嫌な時があってでそれが美味しいものを食べた後なんですよ美味しいものを食べた後に口の中が幸せにあの味の余韻に浸りながら こうあああれ美味しかったとこのね鑑賞に浸ってるにもかかわらず歯磨き粉の味が邪魔をしてくるそれがとても嫌なんですよねでまあ特に嫌なのがごま団子を食べた後なんですよごま団子を食べごま団子ってまあ美味しいじゃないですかあれってめちゃくちゃ美味しいんですが僕ね <laughs> ごま団子食べてごま団子って多分美味しさが2つあって1つがあのまあ、そのままで美味しくてなおかつ外がカリカリでちゃんと中にあんこがあってねごまの風味があってってすごい美味しいと思うんですよただね食べ終わったら 食べ終わったら口の中にごまが残ってるじゃないですか。あれを食べた時のゴマの風味がこう、フわってくんのがすげえ美味しいんすよね。だからこの、ごま団子を食べるのと、ごま団子の余韻としてごまを、この、口の中に残ったゴマを噛みつぶす。これがいいんすよ。めちゃくちゃ良くって。で、これが、これを楽しみたいからこそ、歯磨きをしたくないんですよ、この時だけ。特に。 特に嫌なんですよほんまに <laughs> ほんまに嫌でなあれどうにかできませんかねこの例えばまあ僕はそれ以外にもそうですね普通に焼肉とかでも食べたらあ食べて焼肉のタレとか食べてあ美味しかったーって言ってあのー、もうずっとね味の良い人にそんな時皆さんないっすかその 何か食べて美味しかった時にあの、うん、歯磨きしたくないみたいな僕はね一番はごま団子ですごま団子ご,ごま団子の時はマジで歯磨きしたくないです次に赤飯かの <laughs> ごま使ってるやんけただのごま好きやんけと言われるかもしれませんがね <laughs> そういえば皆さんはあれどうします とんかそうごま関連のお話でつながるんですがとんかつ屋さんで出されるごまあるじゃないですかあのとんかつのソースとは混ぜて使うタイプのやつねまあすり鉢に入れてこられてこう「あっってお食べください」って言われるじゃないですかすります <laughs> 僕ねまあすることもあるんですよ吸った方がごまがそのいっぱいになるから粉末状になって こう美味しくなるんですよ、ね、だからた長い間ごまを食べてあげ食べてられる気がするとただなんて言うだろうなごまをすりつぶさずともあれって美味しくねっていうのがあるんですよねだからねご,ごまをねそもそもすりつぶしたくないんですよ僕どっちかっていうと うんうん、ごまをすりつぶしたら美味しいんですよおいしいんすけどなんかこのこのなんていうごま自体このな外にこう皮があって中にこのみみっていうのみじゃないな <laughs> ごま自体みみたいなとこあるからあれですが中に風味があるのにそれを潰してしまったらその瞬間にこう風味がパッとはじけてしまうんですよね。 だからね、ゃこの口の中で噛んで、ふわっと刺したいんですよね。で、ごま関連で言うと、今日ごまの話しようか。ごま。<laughs> ごまの話し,しましょう。ごま関連で言うと、皆さん、ごま油って使いますか僕、めちゃくちゃごま油好きなんですよ。サラダ油よりもごま油なんですよね。で、なんやろう。 ごま油で、な何やろうなあ、何これあごめんなさい、あのちょっと LINE じゃないや通知が来ちゃいました、申し訳ない。なんか、ごま油を、僕ね、たまに何かにあの、ごま油で何かを炒める、これは全然た分ん皆さん、えっ、ー、と、知ってると思うんですが、僕はね、たまにごま油を、えー、ごま油を何かに直でかけるときあるんですよ、たらっと、たらっと。 めちゃくちゃ美味しいんですよほんまにマジで美味しいこの前やったのは多分前にラジオっぽい何かでもあげたんですがインスタント焼きそばにごま油をたらっとかけるめちゃくちゃ美味しいですめちゃくちゃ美味しいですあとはなせやなまあ 今度やろっかなって思ってんのが、これ今、頭に思いついていんかな忘れちゃった。何事としてたっけな何やったっけななんかにかけたいって思ってたんですよ。絶対にこれ合うやろっつって。思ってたんですか忘れちゃいましたね。ただ、あのごま油の万能感、すごいんです。あ、そう、たま、卵かけご飯 <laughs>。これなんか卵かけご飯。卵かけご飯に醤油を足して、 こうごま油をたらっとかけたら絶,対美味しい絶対においしい <laughs> 俺はこれに確信してる100%おいしいものができるとおいしいものとおいしいものを出したらおいしいものが完成すると思ってるんで、まあ、卵かけご飯に少し甘めのね醤油かなんかをかけてでごま油をたらりとかけたら絶対においしいって思ってるんで。 今度はやろうかなって思ってて思ます <laughs> あとはね、まあ、ごまって、ちょっと離れるんですが、ごまってどうすかごまから離れるっていうのは、ごまから離れてないですが、なるほどな。<laughs> あのー、サラダのキャベツっていうのは、中華キャベツみたいなあるじゃないですか。な、なんてやろう。ごま油で漬けた。ごま油で漬けてねえよな。なんか あの味付けキャベツみたいなあるじゃないですかあのなんかちょっと塩辛いやつあれにちょっとついてるごまってめちゃくちゃ美味しくないですかあのキャベツにこうタレがかかっててさあれってちょっと辛いやんあのそのままで食べた多分何かと焼肉と合わせてなんか巻いて食べるとか多分そういう食べ方をすると思うんですけどごまがあることによってあれってこう、うん ちょっと辛いのが緩和されるじゃないですか。ファット、ファットね。まあだからあれねー、ごまって万能すぎひんかと。小さいながらもすげえ活躍してるなと。焼肉屋のね、タレにたまにごま入ってるやつもあるじゃないですか。あれ、あれだけでよな、俺あんまり味しいんなんと思ってて。まあ。 うん、なんか多分焼肉のタレの味の方が濃い濃くなっててごまは多分すりつぶしてないのかなあの口の中ですりつぶさずになんか食べちゃってるような気がするからあれやと思ってるけどいやあれはめちゃくちゃごまって万能やなって思いましたじゃあごまって何からできてんやろ <laughs> それだけ調べていいですかごまごまは何からできてんすかごまごまは ごまはごまからできてました <laughs>。っていう、はい、最後の、この無知をさらしてね、ごまはごまからできていたと。そういう無能っぷりをさらして、少しの間、活動を休止させていただこうかなと思います。もしね、これからも見てくださる方がいるのであれば、まあ、10月31日に何かをやろうと思ってて、 あとね、卒論の進捗が良ければ、年越しとかも、皆さんと共に過ごしたいなと思ったりしてるんです。まあ、ただ、回線的にどうかわかりませんが、まあ、できたらいいなとか考えてて。で、少なくとも、年明けには、えっ、ー、と、本来卒論は、でき、完成していなきゃいけないので、その頃にはまた復活すると思うんで、またその頃には、仲良くしてください。<laughs> 以上です。ありがとうございました。さよなら。